はい、プレイボール、どうも野球人です。阪神春季キャンプメンバー決定ということでございまして、今回はですね、阪神の春季キャンプ1軍メンバーと、あとはね、注目戦はい、こちらが阪神の春季キャンプ1軍メンバーでございます。なお赤文字はルーキーの選手です。まずはピッチャーから見ていきましょう。まずは岩崎選手、そして新外国人のチェン選手ですね、間に合いました。そして西純也選手、西勇輝選手、岩貞選手、馬場選手、藤波選手、赤文字ですルーキーの伊藤選手ですね。で、小野選手、高橋選手、こちらもルーキーの佐藤、ピッチャーなんで蓮選手ですね。谷川選手、エドワーズ選手、秋山選手、佐藤選手、ガンケル選手、青柳選手、梶谷選手、新加入の選手です。小川選手、石井選手、鈴木選手、鈴木選手も新加入の選手ということでございます。はい、こう見るとピッチャー陣で、しっかり新戦力がガッてね、加わったっていう感じですね。で、キャッチャー見ていきますと、梅野選手、坂本選手、そして、こちらもルーキーです。坂枝選手、キャッチャーです。原口選手ということでございます。で、内野見ていくと、新しく巨人から来た山本選手ですね。で、木浪選手、大山選手、ルーキードライチです。佐藤輝明選手、そして北条選手、マルテ選手、糸原選手、小畑選手、ルーキーです。中野選手、そして陽川選手と、で、最後、外野ですね。近本選手、糸井選手、高山選手。で、昨年ね、2軍で活躍した井上選手、サンズ選手、中谷選手と、で、育成の小野寺選手ということでございます。はい、ということで、阪神はね、このメンツで、1軍ね、キャンプまず臨むということでございます。しっかりルーキーが多いんですけれども、村上選手ですね、ドラフト5位の、もう、1軍スタートかなと思ったんですけど、2軍スタートと、怪我とかね、まだちょっと、肉離れとかしてたんで、良くないのかなっていうことで、すかね。とにもかくにも、このメンバーしっかりね、アピールしていただいて、無観客っていうのは発表されているんで、しっかり中継などを見てね、楽しんでいただきたいかなというふうに思っております。はい、ではここから注目選手、野手、投手ともに見ていきましょう。はい、まず一人目ですね、未来の4番候補、井上、選手でございます。昨シーズンね、しっかりと2軍で成績を残しました。そんな井上選手ですが、履正社高校の選手で、甲子園ね、優勝しましたね。で、出身は大阪です。地元のとこということで、2001年8月12日生まれ、まだ19歳、ということですね。187センチ、97キロ、右投げ、右打ちの外野手ということでございますので、阪神に、久々に入った高卒でホームランの打てるバッターということで、しっかりウエスタンで結果残して、で、一軍でね、ちょっと、経験も積んでっていう感じでございます。で、そんな井上選手の成績をしっかり振り返ってみましょう。はい、こちらが井上選手の成績です。昨シーズンウエスタンから見ていきましょう。69試合で2割2分6厘、248打数で56安打、ホームラン9本、36打点、96三振、29四球、三振率3割4分2厘、出塁率3割7厘、OPS が 0.698 という成績でございます。はい、見ていきますと、特筆すべきはやっぱりホームラン数ですね。9本と、いうことで、しっかりと、ウエスタンリーグでこのホームラン数っていうのは素晴らしい成績ですね。三振率っていうのが、かなり高いんであれなんですけれども、しっかり結果を残したと言っていいでしょう。はい、そして1軍にも上がりました。6試合で打率が0割9分1厘ですね。11打数で、ヒットは1本、1本打ったんですね。 OPS が 0.273 ということでございます。ちょっとね、苦しんだ、1軍デビューということでございます。で、コメントとしては、ルーキーヤーの昨年はウエスタンリーグ2位なんですね。となる9本塁打をマークし、持ち前の長打力というのを遺憾なく発揮したと思います。さらに秋頃ですね、から四球数が急増したんですね。で、徐々にプロに対応してきたのが分かる1年でした。で、今シーズンはね、開幕1軍目指してっていうことなので、1軍の試合数っていうのも、しっかりと増えるんではないでしょうか。
で、まあ、やっぱり、彼の持ち味は長打力なんで、まあ、三振を恐れずにいってほしいんですけれども、やっぱりね、コンタクト率っていうのも、そうは、いえ大事なので、まあ、しっかりね、それも補いつつ、長所、まあ、いかんなくね、発揮して、そこを、まあ、なくさないように頑張って、いただきたいですね。はい、というわけで、井上選手見ていきました。続いて、ピッチャー、見ていきましょう。はい、ピッチャーで注目選手はこちらです。ドラフト2位ルーキー、伊藤将司選手でございます。まあ本当にね、たびたびもう3回目ぐらいかな、しっかりご紹介するのは、まあ本当にね、期待している選手でございます。JR 東日本の選手ですね。千葉県出身、1996年5月8日生まれ、身長178センチ、体重が85キロということでございまして、ピッチャー左投げ、左打ち、まあサウスポーの選手なんですね。まあやっぱりね、阪神、サウスポーの選手、まあいるんですけれども、岩沢選手が、高杉回ったりとか、するので、やっぱりね、先発っていう意味では、伊藤選手っていうのは、やっぱり2位で、取っておくべきだった選手の一人なんではないでしょうか。そしてマックスが146キロで、球種カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークといろんな球種を操ることもできるので、まあいろんなね、組み立てっていうのも、非常にしやすい選手なんではないでしょうか。では成績ね、社会人時代のものをチェックしていきましょう。はい、こちらが伊藤選手の成績です。社会人通算ですね、判明分のみですが、しっかり試合が投げております。26試合で 121.0 イニング、90奪三振、47四球、被安打、87、防御率 1.93 と、まあ、防御率がね、素晴らしいですね。ウィップ 1.11、奪三振で 6.69、四球率 3.50 という成績でございます。で、まあ、コメントとしては、今年の都市対抗で覚醒した選手でございます。制球力が抜群でして、打たせて取るタイプなので、甲子園は相性抜群。手薄な先発左腕なので、開幕ローテ入りも十分に狙える位置なんではないでしょうか。まあ阪神で言うと、まあどこの球団もなんですけど、新外国人選手っていうのが遅れております。そうなる中で、まあチェン選手はいるんですけれども、アルカンタラ選手が、いないというわけで、まあしっかりね、残りのローテ枠っていうのをまあ奪いにね、いけるポジションには彼しっかりいると思うので、まあ、紅白戦、ないし練習試合、オープン戦で結果を出せば、しっかりとね、いいポジションを与えられるんではないでしょうか。本当にね、期待している選手でございます。はい、というわけで、野手1人、投手1人見ていきました。最後に、阪神のキャンプに行って確認して終わりたいと思います。はい、こちらが阪神の今後の日程でございます。まず、1軍キャンプですね、見ていくと、2月1日からスタートです。で、3月1日月曜日、丸々1ヶ月ですね。まあ、がっつりやります。で、休日は5日、10日、19日、24日ということでございまして、まあ、今年も伊能座村で、まあ、行うということでございます。そして2軍キャンプは、2月1日から3月1日一緒ですね。で、休日も丸々一緒ということで、まあ、場所だけ違うんですね。高知の秋タイガース球場で、やるということでございます。で、試合の日程も見ていきましょう。1軍練習試合、はホーム戦は、2月9日に日ハム、16日に楽天、21日に広島、23日に DeNA 戦が、まあ、今のところ、判明していると。でビジターゲームで、2月の11、14、20、27、28の5試合を行う予定ということでございます。11日が多分日ハム戦かな、チラッと見たんですけれども、というわけでまあしっかりと試合もやると、まあ紅白戦とかもねやると思うので、さっきね私が紹介した選手や新しいねルーキーの選手、新外国人選手やいろいろね、新戦力っていうのもそこで見れると思いますので、ぜひお楽しみにということでございます。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。